メニューに。わかりました。わーいわーい。ようこそ。また来ちゃったよ。今日は最高やな。嬉しいな。お願いします。いいな。今日は最高だ。嬉しい。もういい。帰る。ようこそ三階。楽しく行こうか。盛り上がりましょうか。行くだよ君。ご延長はいかがですか。延長で頼む。ご延長ありがとうございます。ありがとうございます。お待ちしておりました。ありがとうございます。ありがとうございます。盛り上がってきちゃったよ。盛り上がりましょう。嬉しい。お願いします。嬉しい。フィーバーするで。ありがとうございます。ありがとうございます。お願いします。嬉しいな。ありがとうございます。ありがとうございます。盛り上がっちゃったよ。嬉しいだよ。やめました。美人じゃないか。わー、ありがとうございます。盛り上がってきた。わーいわーい。嬉しい。嬉しいです。今日は最高だ。盛り上がりましょう。嬉しいです。おしぼりです。ありがとうね。やった。よくない。わーいわーい。これは最高だな。盛り上がりましょうか。よろしくお願いします。よくない。行こうよ。いらっしゃいませ。美人じゃないか。よろしくお願いします。可愛いじゃないか。ありがとうございます。お願いします。ファンサービスようこそ。美人じゃないか。レディースグラス助かったわ。可愛いな。嬉しい。嬉しい。盛り上がってきたわ。いらっしゃいませ。タイプだよ君。ありがとうございます。フィーバーするぜ。嬉しいな。ありがとうございます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 。嬉しいです。お願いします。こちらに。田島さん、ありがとう。フィーバーするぜ。ありがとうございます。ご延長はいかがですか。や、ご延長ありがとうございます。盛り上がってきたよ。ありがとうございました。
それじゃあ。はい。そうやな。そうやな。そうだね。高いシャンパン入れてくれたら、もっと近づくかもしれないよ。そうやな。ちょい待てよ。それ面白そうだね。謎に包まれた男、五郎くんを丸裸にするチャンス。練習ついでにズバッと聞いてみちゃおう。じゃあ早速、何から聞こうかな。あ、そうだ、五郎くんって今好きな人はいるのかな。五郎くん、それはないよ。さっき何でも質問していいって言ったのに、ずるい。あれ？でももし好きな人がいなかったら、ただいないって言えばいいんじゃないの？内緒にするってことは、もしかして…おいおい。仕方ないな。じゃあ、そういうことにしておきますか。まったく意義あり。さっきのだってちゃんとした質問だと思います。はい。チェー、じゃあ次はどうしよっかな。あ、そうだ、五郎くんは S? M? どっち？だって何でも質問していいって言ったんだよ。ちなみに私はどちらかといえば S かな。そうなの？意外だね。ちょっといじめられる方が好きなんだ。じゃあ私たち相性バッチリだね。やった。だって五郎くんに何でも質問していい機会なんてめったにないんだもん。次は何聞いちゃおっかな。ひどいよ五郎くん、私ちゃんと質問してるよ。真剣な私のこの気持ち、どうして理解してくれないのかしら。はいはい、わかりましたよ。ちゃんとね、五郎くんはこの国の将来はどうなっていくと思う？え？どうだ、私の精一杯の真面目な質問だよ。今景気が良くてノリに乗ってるこの国だけど、将来どこまですごくなっていくと思う？それはどうしてかね。どうかな。今どうしてこんなに景気がいいのか五郎くんは知ってる？私はそうは思わないな。よくわからないけど、今のまま調子に乗ってたらいずれダメになる気がするな。なるほどな。はい、最後の質問か。何にしよっかな。
じゃあね、あ、そうだ、最近私胸が痛いんだけど、なんかの病気かな。何やと？なんかね、サンシャインに出勤しようとすると胸が痛くなるの。家に帰ったら治るんだけど、なんかの病気かな。ないよ、私この仕事大好きだって前に言ったのに。あ、いたった。なんだろうこれ、また胸がキュッとなってきた。ありがとう、コロー君。Ugh.